キクリンねね面白いです、ね、六本木ヒルズのレジデンスに初めて行った時に最初に声を交わしたのはキクリンだったですねまあ声かけてくれたんですよあどうもみたいな感じでねあこんにちはみたいな広島から来ましたもうねわし私もね売り込む気満々だったんで広島から来た久保ですって、ね、広島からみたいな俺コーチみたいなの言われてましたねでその時にはあ日本全国から来てるのかなと思ったんですけどもほとんどが 地元の方で地方から来てるのはね本当に珍しいぐらいだったですよねでねその時はもう私が行き始めた時ってそのサポートの自宅ご招待っていうのが当たり前で10名とか20名とかいつも来てたじゃないですか何かね動画の方で見たんですけどもたった1人の訪問者みたいな日もあったらしいですねで1人のためになんかセミナーやってたみたいなところを見て私はその時ねあこの人は人気ないんだなと思ったんですよ うん、正直にねでも言ってみて分かったのはそうじゃないとあのこの発信者の価値に気付いた人そして足を向けようと思った人がその時はまだたった一人だったんだなと先行者利益ですよね、まあ、あとね今ねもう自宅サポートとかフォローアップなんとかっていうのやってないですからなんか懐かしいなと思うばかりですけどねあれはね迎える方はいろいろと大変だったと思いますけどもあの うあれですね、伺う方としてはなんかディズニーランド以上の楽しみだったですねでしかも自分を売り込むチャンスだったんで私はとにかくね人が集まってるところに自分が行くことによって集客のチャンスだと思ったのと地元で六本木ヒルズのネオヒルズのところに行ってきました帰ってきましたみたいなのがまあ大きなブランドだったわけですよ使わせてもらいましたね乗っかること大事ですどんな時にも乗っかること今の時代馬車に乗っかるんじゃなくて 車に乗っかること、時代に乗っかっていきましょう。いってらっしゃい。